私は調風型駆逐艦ペイユンよ。こう見えて冒険が得意なの。もし興味があるなら私に聞きに来るといいわ。ふふん、絶対誰にもバラさないから。の調風型駆逐艦ペイユンよ。あなたが私の指揮官。ふふん、これからはペイユン様って呼んでちょうだい。そしたらあなたを守って冒険にも連れてってあげる。ラララ、戻ってきた。今日のお仕事を始めるの。ペイユン様はもう準備できてるよ。ペイユン様は寝てなんていないわ。指揮官、ほら、ハイテン老師に教えてもらった絵だよ。ん？教会を描くのがうまいってフェイユンが描いたのは指揮官なのに。指揮官、一緒に冒険しに行こう。何が冒険かって？台所の砂糖を塩に入れ替えるとか？いたずらじゃないもん。今ペイユン様が整理した書類を棚上に。散らかっちゃった。ごめんなさい。ペイユンは手伝いたかっただけなの。どうしたの？ついに指揮官もペイユン様と一緒に冒険する決心がついたってこと？指揮官が壊れた？ペイユン様の頭を勝手に撫でちゃう。いい気持ちいい。ではもう少しなでなでするのを許そう。うわー、任務リストがこんなに長くなってるの。指揮官、ペイユン様も手伝ってあげるよ。指揮官、港に物資がいっぱい積み上げられているわよ。早く報酬を受け取って、そしてペイユン様へのプレゼントを買って。指揮官へのお手紙だわ。読むのを忘れないでね。帰ったわね。ペイユン様へのお土産は？指揮官、このままじゃペイユン様は指揮官を冒険に連れて行かなくなっちゃうわよ。指揮官、ブジュンと一緒に冒険しようと。いたずらはほどほどに。いたずらって何を言っているのかわからないわ。指揮官、マと遊んで。お仕事があるからダメなんで。遊んで遊んでよ。ペンユ様は指揮官のために今日の冒険に行くのをやめたのに、だから仕事なんてほっといてペンユ様と遊ぶの。指揮官、ペンユが本棚を片付けてやったわ。え、取り出しておいてた本は参考にするつもりだった？ごめんなさい、わざとじゃないの。指揮官を助けたかっただけだよ。指揮官のそばにいるとものすごく眠くなる。わかったわ。きっと指揮官の匂いにはペンユをそうさせる効果が。委託組の仲間たちが戻ってきた。えへへ、ペンユ様にどんなお土産を持ち帰ってくれたかな。派手な冒険をするわよ。ふふん、ペンユ様を侮ると痛い目に遭うわよ。負けただけじゃない。ペンユ様は泣いて様の力を見よう。ペンユ様の冒険は止まらないよ。指揮官、ようやく帰ってきたわね。ペンユはずっと待ってたんだよ。指揮官、フェイユン、花瓶とデスクライトを落としちゃった。掃除の手伝いをしたかっただけなの。わざとじゃないの。手伝いならそばにいるだけで十分？じゃあこうやって抱きついてもすごく助かる。やったー！最近冒険の回数が減ったって？冒険が楽しいのはそうなんだけど、指揮官のそばにいるともっと楽しいよ。ほっぺがふにゃふにゃ指揮官のほっぺもふにゃふにゃだわ。指揮官はこれで楽しくなるの？じゃあペンユも楽しいわ。もっとサワサワしておかえり。怪我したらフェンユンがフーフーしてあげるわ。怪我してないって？それもそれでよかったわ。にいるとものすごく眠くなる。あ、わかったわ。きっと指揮官の匂いにはペン油をそうさせる効果が。これをフェンユに？嬉しい。よくわからないけど、これを指につけたら指揮官はずっと一緒に遊んでくれるのよね。もうつけたわ。指揮官、これでずっとフェンユと一緒にいてよね。